リアルリアルリアルピースイエーイイエ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 イ花屋敷花屋敷タケノコニョッキおいおいおいあの浅草散策をしたいかなと思っていいねいいねなんかいろいろ浴衣とかいろいろあるらしいからさちょっとねレンタルしてそう探してみようかじゃあみんな変身するか変身するか行くぞ行くじゃんいいよ行くぞせーの、ちょー第60話武将で浅草探索はいどうぞよっしゃー変身完了おいおいなんだよ早いなどれだよこれからは歴史系 YouTuber としてやっていきまーすはい真田幸比奈違う違う伊達政宗だ黒田黒田真田政真田バサ僕が真田じゃないコペコペ千斗くん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 瓦割りでさあの、勝った3人が、あの、甲冑切れるイエーイで、負けた2人がルローニ剣心ルローニ剣心と雑魚キャラいや、あの、浅草をちょっと歩いていきたいと思いますこれで、ね、これで歩いてみようあいつらあいつらお、手振ってるなんかお、すげえ手振ってんじゃんみんなお、手振ってる手振ってくれてるよバイ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 こんにちはじゃねえだろあいつだけなんか歩き方絶対変なんだよおお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 おちはライデンモン雷門行ってからさもうライデンモンで覚えちゃったわあれあ見て後ろにうんこあるよイエーイこっちのうんこは綺麗だよ。うんこね、うんこね。イエーイ！わかる？伊達政宗。わかんないだろ。わかる？伊達政宗だよ。伊達政宗。わかる？コウタだよ。知らねえよ。あ、ジャニーズ、お、YouTube、YouTube でね。ちょっと待って、お前ジャニーズとか何やってるんだ。リアルピース、リアルピース、リアルピースっていう YouTube でやってるから、よかったら登録してください。全然離れない。これ逆になんかカメラのかっこいいでしょねえかっこいいでしょやろう YouTube YouTube リアルピースリアルピースリアルピースはい、イエスよかったら見てねありがとう写真撮ってもいいよいいよあ、そっちよりそっちよりあっちはあっちの方がいいんだそうだねはい、頑張ってねまたねありがとうまたねリアルピースねリアルピース私、ちなみにどこの国だと思うフィリピンフィリピンピンポンライデモン、雷門の前行こうよ雷門写真撮りたいと思ういマジ伊達政宗だけど平気いや、いいですよ行くよ3、2、1、バーン初めてやで、バーンっていう人カードが立ってるわけサービス3枚うえあの、俺らさ、YouTube を撮りに来てるわけだようんここに来たら、謎になんか列ができてる列ができてる写真撮影の列ができてるあの、YouTube YouTuber なのお兄さんめっちゃかっこいいじゃないもう、ジェルクさんのメンバー入ってるこれ、めちゃめちゃかっこいいセルキー入ってるめちゃめちゃかっこいいいいよあ、ほんとどうぞこれスーパースタッフ宣伝効果すごくないただスーパースタッフすごくないいやあのちゃんと宣伝するからねスーパースタッフすごくないスーパースタッフお前誰も褒めてくれないおいスーパースタッフすごくないもうなんだよ全然問題ありがとうスーパースタッフおいスーパースタッフすごくねえかおいスーパースタッフだと思ってなおいよどうでしたか初めてじゃないんですけどおーい成敗なんと勝利元に戻ったなんかあれシンデレラの気分がわかるわ普通に戻った魔法が解けたね一人だけ普通に戻ってないやつがいるんだ戻ってるよ確かに見てくれ戻ってんだろお前あるじゃないか伊達政宗伊達政宗私服モード浅草探索行ってくるじゃんそうね知らなかったからねブン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 浅草探索やめろやめろハロー YouTube 日本のトップじゃねえかこっちにあった気がするなんかすごいいかなりすごい路地裏路地裏いきなりこんなに人いっぱいのにいきなり見て
全然いない。小舟町だって、なんだねえ、あの提灯小舟町だって。わかんないお前だってそこはわかんないから。いや、あんなに堂々とあんなにでかく小舟町ちょっと知名度が違う、違うじゃん、知名度が違う。これとさ、ライモン一緒に。なんでライモン、なんで同じじゃないの。こっちの方だってこんなでかいやんか。小舟町かな。小舟町って読むのあれ。小舟町。もう雷電門と雷電門。カズチがもう共存されてんじゃん。カナズあかいらカズチ。何も言えてねえじゃん。もう、うん、ちょっとあと運で取っとこう。あ。うん。おい、あーこいつバンされると。乳首出るからバンされるわこいつ。こうだみたいに。すべての煩悩を破る五大神の象徴であるって。煩悩って何？煩悩あれだよ、あの良くない考えで、あのお寺でさ、こう叩かれる時あるじゃん。うん、あれ煩悩払ってる。俺煩悩の塊。あれはわかるやろ。あの神様のさ、あの本殿のさ、あの上に書いてあるあのなんだっけ、あのあこれのあの提灯。大凶大凶。雷門の。大凶。大凶三国志のあの絶世の美女じゃないか。あれ。すげえ突っ込みだな。大凶ってお前三国志の絶世の美女じゃないかって。あっぱれ。揚げまんじゅう2個、1個じゃなくて2個買っちゃった。お、どうですか。語彙力。こいつは絶対にそういう仕事はできません。コペは何出た。モンジャージ。モンジャージどうですか。冒険したね。美味しい。めっちゃ美味しい。美味しかった。美味しかった。俺はクレープが食べたいからさ、クレープまで我慢しろって。我慢してない。メンチが使わないの。こんな行列の。何ここ。浅草メンチ。浅草メンチ。俺浅草メンチできるよ。浅草メンチできる。浅草でメンチ。お？やるんだ。浅草うんち。おう、おうな。おうな。なんかスーパー行列の浅草メンチ買った。うん、うまい。うまい。あっこい、うん、玉ねぎの甘みがすごい美味しい。ジュワジューシー。うん、猫舌の人はやばい。これやばい ね気をつけんと。熱いわ。やけどする。そんなに胡椒辛さがなくて食べやすいやつだと思う。早くない。なんかソースかかってないけど味がついてる。そう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 、それすごい、ね、クレープ行こうか。クレープちゃん今相手かかんないな。クレープを食べるためだけに俺は今何も食べてないね。何も食べてないわけだ。これクラグだわ。ここにね、この習字の字が書いてある。これこれクレープ。お、やってるか。せい。え乾杯してる。こっちじゃないかい。もうフラグ立ってたな。本当に完売してるよ。あーやばい。ふざけんなよ。超有名店なんだね。まあでもメンチカツ美味しかった。美味しかったね。メンチカツ食えたから、まあまあ僕はまあいっか。俺も良かったな。帰ってチャーハン食う。甘いもん食え、せめて。ということで、浅草探索、大体のお店は5時で閉まる。検証結果、大体5時で閉まる。もっと早く来ようってね。そうだ、みんな、うん、あの浅草で美味しいとこを食いたかったら、もう5時前に来るように心がけてください。あとね、やっぱ人気だからさ、早くなくなるから。そうだ ね、チケットね、チケットチケット、チケット、チケットクレープマジでチケットでなくなるから気をつけな。気をつけて、浅草皆さん楽しんでね。いいえ。はぁ、美味しかった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 。クレープ食べれない気があれを気をつけてんのね。マックシェイク食いこう。